期間、皆さん準備大丈夫でしょうか。はい、それではお待たせいたしました。第3ステージ新規戦がお送りいたします。実は僕ちょっと今緊張しているので、皆さん盛り上げてください。よし、いくぞ。How far will you go?皆さんは本気で盛り上がる準備はできていますか？
ちっちゃいちっちゃい盛り上がりは出ていますか。イエーイ。あれ誰今骨伝導した人。骨伝導した人か。ありがとう、骨に伝わってきました。というわけでですね、皆さんと一緒に盛り上がって、8曲聴くほどやっていきたいと思いますので、ぜひ盛り上がっていってください。それでは2曲目はですね、盛り上がってと言いつつちょっとシンプルマンというですね、少し質素な曲がありますので、盛り上がらなくても結構です。それでは2曲目いってみましょう。シンプルマン。4月くらいから多分活動し始めたと思うんですけれども、まあ、実は僕らが皆さんの前で演奏したの、ちゃんとライブっていう形で演奏したのはパリンカが確か初めてで、その時は当時のなんか女性ボーカル祭りっていうやつに出て、女性ボーカルの方々と共演させていただいてですね、それが僕らの一発目のライブだったんですけれども、その後というか今日、最後のライブをですね、ここでまた終われるということで、初めの地で終わるということでちょっと、感動しております。で、実はそのパリンカでのライブをやる前にですね、日向さんに声をかけてくれて、日向さんの目にですね、かおりちゃんが止まりましてですね、ロッキー出てみないかということで、結成1ヶ月くらいでロッキーの依頼をいただきまして、そこから急遽5曲6曲ほど増やして、修行してまいりました。で、その時に、まあ、いろいろ曲が増えたんですけれども、まあ、僕らのメインの武器というか色が出た曲が、次の曲になりますので、皆さんも聞き飽きたかもしれないですけれども最後なので聴いてください。それでは最後に言ってみましょう。ジョリーン。
ね、このバンドは、組んだきっかけというのが、僕あのヒゲピクミの時も話したんですけれども、まあ、ポケベルが OB バンドになってしまうということで、残り短い期間でなんかやりたいのをマジでやりたいと思って、ヒゲピクミの方はですね、ブルーグラスらしいこうノリノリ曲をやりたいということで組んだんですけど、こっちの方は、まあ、女性ボーカルをやりたいっていう大雑把なんですかね、大雑把な理由で、組んだバンドです。で、女性ボーカルやるならかおりちゃんかなと思ってて、で、なんかみんなその時なその時多分富士急かなんかさ、あみんな言ってたんですけど、で僕も誘われてたんですけれども、まあいろいろちょっと思うところがあり断っていたんですけれども、その時に別に来たらですね、たまたまかおりちゃんと2人きりになって、心の中の俺がこれは行くのか行くのかっていうふうにしてですね、なんかそういやマジでこれ告白するじゃねえかっていう気持ちになるんですよ。バンドそういう気持ちになったことが来てますよ。なるよね、なるよね。このなんかバンド組んでって言って断られたらこの後どう気まずくなっちゃうのかなってすごいいろいろ考えたんですそんな考えもあって最初 の会話が、かおりちゃんって今何個バンドあるのっていうあの テンプレートというかバンドを組もうぜに持っていくためのテンプレートの紹介会から、まあ、始めて探り探り、あこれはちょっと組む気ありそうだなっていうところで、まあ、組んでるっていうふうに心よく OK していただいてですね、でまあこんな形態になりました。本当は裏話をすると、最初はドブロを入れる予定は僕の構想の中になくてですね、でやさこを誘った時点で、いやドブロがあった方がバンドの可能性が広がりますって、じゃあ入れようということで入れたら大成功だったので、結果的には良かったと思います。ですので皆さんも女性の方と組むときはちょっと告白するんじゃないかという気持ちに多分この後落ちると思うのでそんな気持ちになったらちょっとつぶやいてください。僕はお気に入り登録しますで、ついでの質問なんですけれども、僕結構小心者なんですけれども、あの女子高生3人組と歩いて、自分一人ね、自分一人で女子高生3人組とすれ違った後に、多分あの3人組俺の悪口言ってるなって思う人、俺結構なんかそういう被害妄想、でも実のところ全然ね、俺らにも興味ないって、そんな話してないんだけど、あ意外と少なくてちょっとショックを受けてます。では次の曲はですね、女子高生3人組とは関係ないですけども、女子大生3人組が、コーラスをしてくれますので、ぜひ、王じゃねえんだ、ぜひ、ご注目ください。それでは4曲いきましょう。台湾のラップ。
ようかと思って、結構真面目な話もしようかと僕は思ってたんですけれども、さっき浅野がね、クソ真面目に結構いいことを俺が思ってるから結構言っちゃったので、どうしようかなと思って、でも浅野がさっき言ってたんですけど、なんかファンがこういてくれることが、一人でも二人でもファンがいてくれることってすごいこうバンドとしては嬉しいことなんですけれども、まあなんか全員に受けようとする必要なくて、ある特定の人だけでも、あの曲良かったですとか、このバンド好きですって言ってくれるような、バンドになりたいなと思って、いつも、どのバンドでもやってました。でそしたらですね、まあ、桑野くんがですね、いつも、今セピアさん、最高っすみたいな、セピアさんのという、呼び方をしていただいてね、非常に嬉しい限りなんですけれども、実はこの、まあ、6人いて、まあ、結構ソロ陣も揃っているということで、これからインストをやりたいんですけれども、4曲インストあってですね、でそれぞれこうみんな活躍する楽器が違うんですよ、ちょうどよくその楽器陣が違うんですけれども、どの曲をやろうかなと思って、でこの曲聴きたいって言ってくれたやつができたらかっこよくないですか？そうでもないというわけで、クワン君、なんかかっこいいなと、クワン君、セピアのただしやるとは言ってないっていう過去書きだけつけておくんですけども、クワン君の好きな曲ありますか？はい、はい、というわけで、インストの曲がやりたいよっていう人いますか？やりたいよっていう人いますか？ショルダーとショルダー、あ、ショルダーとショルダー、いいこと言いました。じゃあ、北島さんの期待に応えてですね、僕らは北島さんはそう言うだろうと思って、この曲を練習してきましたので、この曲をやってみたいと思います。それでは、北島さんのご注文にお答えしていきます。ユニオンハウスグラス
歌尾さん。え、お前らいいの？
ラジオ放送がいつも始まっちゃうんですけど、ちょっとリクエストしていただいてありがとうございました。というわけで、僕はこれが、学生生活の最後のライブなんですけれども、僕が TX クイーンの時と追い込んだ時に残した名言、言える人、サークルは無理してやんなくていいけど、やる価値はある。あ、ちょっと違う。出直してきてください。まあ、それは覚えてなくてもいいですけど、まあ、その場でね、正規生のライブでも何かいいこと言おうということで、決めていた気がするので、今日も1個用意してきました。今日の名言はですね、マリオよりもクッパになれ。どういうことかな。これ、マサルどういうことだと思う？スマブラでさ、はい、マサル何使うって、マリオかクッパ使う、どっち使う？クッパ使う。マリオか、マリオになるよりクッパになる、どういうこと？わからないね。まだ二十歳になってないのか。なりました。なってました。まあ、というわけで、このシーンはですね、この曲の次の曲の後に言おうと思ってますので、あ、これじゃねえかって思いついた人いたら、曲中ちょっとこっそり手を挙げてこれにかみかんでくださいというわけで、ちょっと激しく、インストやりすぎたので、お口直しに、しっとりとした曲をやりたいと思います。それでは6曲いきましょう。コーン、
何の競技でもオールマイティーっていうキャラじゃないですか。六角形で言うとなんかパワーとかスピードとか全部平均的使いやすいんですけどね。でもそうじゃなくてパワーに特化したクッパ、スピードに特化したキノピオ、みんなこっちの方をよく使うじゃないですか。それはなんでかというとなんか魅力的なんですよ、その突出した力が。でこれはブルグラスにも同じことが言えてですね、まあ、確かに全部できるのが一番いいんですけれども、あまりこう全部器用にやろうとするとそれこそ器用貧乏になってしまって、なんとなくもうパッとしない感じになってしまうので、自分の楽器の武器は皆さん持ってます。このここの部分は他の人よりも優れてるぞって思える点、自信を持って言える点はありますか？僕はですね、まあ、なんか歌コーラスなんてさせれば、まあ、里の方が100倍うまいし、速いソロ弾かせたらさっきみたいに浅野の方が絶対うまいし、綺麗なソロ弾かせたらミッキーの方がうまいですけど、まあ、カットだけは誰にも負けない自信があります。でその、まあ、そのカットを生かせる、なんですかね、バンドを作ろうとか、そういう風な特色を自分のなんだ強みを生かしてくれる、でその強みを他の人に生かしてあげられるバンドを組むことができれば、さっきの浅野の話じゃないですけれども、なんですかね、そのバンドの色がやっぱり出てくると思うんですよ。でそういうバンドってやっぱりなんで見てて気持ちいいし、あこういうバンドちょっと憧れるなっていう風な、魅力が溢れてくると思うので、まず自分の楽器のここの部分は誰にも負けないぞっていうところまだ見つけられてない人はね、ぜひ見つけて、見つけて分かっている人はそこをどんどん伸ばして、でまだ皆さんの時間がたくさんあると思いますので、それを生かせるようなバンドをぜひ組んでですね、僕に学祭なり庭なりで見せつけてきてください。そしたら、ここでね、マリオじゃなくてクッパになるってちょっと滑った意味があるかなと思うので、これは肝に滑ってない、これは肝に銘じて、最後の僕の送る言葉としたいと思います。覚えて帰ってください。というわけで、次はですね、京子ちゃん歌いで変わりまして、京子ちゃんが、歌ってくれます。京子ちゃんも学生として歌うのはこれが最後だ、はい、違うか、そうです、そうですね、ワンテンポ遅れてそうですいただきましたので、京子ちゃんの歌声にご注目ください。それでは行きましょう、サトルプレイ。というか
卒業ライブ自体ですね、最後になります。で本日ですね、このようにテーブルを外までわざわざ出していただいて、アフリカのお客さんに倒していただいたパリカの皆様、本当にありがとうございました。今後ともお世話になることがあると思いますので、ぜひご引きによろしくお願いいたします。拍手で、お礼の気持ちをお願いします。私たちのために開けていただいて本当にありがとうございました。もう一度お礼を言います。ありがとうございました。はい、で今回、わざわざ足を運んでいただいた1年生から上はどこまでいる？ OB2 年生、 OB1 年生かな、OB2 年生、本当にいっぱい来ていただいて、なんか最終回感が出て僕はすごい嬉しいです、ありがとうございました。皆さんにも拍手で、お礼を伝えましょう。そして、対話していただいたフラクリストとスタミナマシン大の皆さんどうも、なんか変な紹介文書いてしまって申し訳ありませんです、これからも仲良くよろしくお願いいたします。皆さんにも拍手。僕も次の曲で最後です。安子も最後、京子ちゃんも最後、悔いのないようにやりましょう。いいですか？はい、それでは最後に行きます。ケンタッキーボンドライ。Thank you.
アコールにお答えして、ここにアンコール9番と書いてる曲をやりたいと思います。では僕が言いたいことはさっきの、全て伝えたので時間もないということで、最後にやる曲はですね、まあ、僕らが一番最初に僕がこの曲を女性ボーカルやるこの曲をとりあえずやりたいと思ってやった曲です。で実際一番最初にこの曲を見せた時にやった曲になってますので、すごい褒めたい曲です。であと皆からのあの DVD もらってみんなからのメッセージ見ました。とてもないコメントと、たっぷりしていきました。ただ一緒にありがとうございます。誰だっけ俺の学生証見て気流入って言ったっけ。僕だけなんか僕の 学部時代の学生証が気流あのあれのボンバーの気流に似てるってなんか僕が言ってたらしくて、今日持ってるので、まあ、飲み会来てくれたら、気流院時代に気流院時代に見せてあげますの、ね、ぜひみんなで盛り上げましょう。それでは最後の思い出深い曲を行ってみたいと思います。これで別れ、ジェミディアカスワン、ツ橋爪くんに任命しましたので、橋爪くんが出血を取ると思うんで
きたい人は行きたいですってこう手を挙げてアピールしてください。でここは10時に完全撤収なので、まあそうですね、10時に完全に片付けが終われるように、まあ、もう少しちょっとご勘弁して、あとはみんなで打ち上げに行きましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ人数だけ目数えちゃっていいですか？はい。俺と打ち上げに行きたい人。あ、どうも。シャイね、シャイシャークルなのね。シャイシャークル。シャイシャークル。今やらないかな。行かない人は行きたいと思うならこっそり乗りますけど、50人から真似してくるんで今日行くと思ってるからね、俺は全員ね。はい、よろしくお願いします。今9時20分、あと40分で完全撤退。じゃあ、準備できた人から行こう。それでいいんじゃないですかね。予約します。まあ、そうね、うん、じゃあそうしよう。またお願いします。そんな感じで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんだよ、ゆいさんお疲れ様です。最高でした。塩川もコメントどうぞ。ゆいさん感動しました。ゲームティアも感動しました。ありがとうございました。ネクストゆいさん最高でした。ありがとうございました。来てよかったです。これゆいさんにコメントどうぞ。いやお世話になりました。また東京で会いましょう。一生よろしくお願いします。バイバイ。ゆいさん、ありがとうございました。また東京出せましょう。ちゃうこれ、流行ってるみたいな。ゆいさん、お疲れ様です。